サムライチャンネルへようこそ今回はですね、この皆さんご存知の FCR-062。こちらの新製品が出るということで、以前オートサロンに行った時に、エイゾットソンからね、新製品のアナウンスがあったんですけれども、それがですね、いよいよ発売になったということで紹介させていただきたいと思います。この FCR-062 といったら、もうね、草刈りユーザーでしたらね、もう皆さんご存知かと思うんですけれども、このフラッシュ Z ですとか、 プレミアムに配合されていて、エンジンのね、正常効果があるね、とてもね、いい商品なんですけれども、今回 AZ から新発売になった商品というのが、こちらなんですよ。エンジン不調の特効薬、FCR-06-2 ということでね、新発売となりました。なんと、新発想で作られた、仮払機専用の商品ということで、この商品の特徴なんですけど、 未整備や古い刈払機に最適、そして強力なフラッシング作用で、堆積したデポジットを除去して、エンジンの滑らかな回転とパワーを取り戻し、調子の悪いエンジンをね、復活させてくれるようなんですよね。そしてさらにですね、空燃費が安定し、エンジンが持つ本来の性能を取り戻しますと。そしてデポジットの生成や付着を防止するため、長期保管の前に使用すると、 翌シーズンのエンジン始動がスムーズになるそうなんですよ。そして使用方法がね、簡単なんですよ。混合燃料1リットルに対して10ミリリットル添加するだけなんですよね。しかしですね、こうした少量の軽量ですとか、どのくらいね、添加してあげればいいのかっていう計算がね、わからないじゃないかっていう方もね、多いと思うんですけれども、こうしたね、軽量するためのスポイトが最初からね、付属品でついてくるんですよ。 それですので、この絵にあるようにですね、混合ガソリン1リットルに対して、付属のスポイトで2ミリリットルを5回入れてあげれば OK というね、簡単な使い方なんですよね。それでですね、こういうので困ってしまうのが、この図の上の方にあるこの計算式。混合燃料〇〇ミリリットル ×0.01。給料の1%を添加してくださいというこの言葉ですね。 これから草刈りやるぞっていう時にね、この計算をやれと言われてもね、私はね、ちょっとできないんですよね。しかしですね、下の図に、点火量比率早見表というのがね、ありますから、面倒な計算をしなくても、1000ml だったら2、2ml×5 回、そして 800ml だったら2、2ml×4 回と、簡単にわかる早見表があるのがね、嬉しいですよね。 まあ、ここまでですね、今ある情報を集めてのね、紹介だったんですけれども。さあ、皆さんいかがだったでしょうかいや、新しい商品が出るってね、ワクワクしてしまいますよね。ただですね、私のようにですね、メンテナンスをね、ある程度こうしっかりやっていると、お試しするにもですね、これはね、借り払いをね、誰かからちょっと借りてこなくちゃいけないかなというふうにね、今から思ってるんですけれども、ぜひですね、この FCR0622、 これをですね、使ってみたいなというふうに思っています。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画制作の原動力です。草刈りに楽しみをまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。